9月の東京ドーム結成10周年なんですけども、そこから見た景色って、本当にかけがえのないものでした。自分にしか描けないもの描いてみたいなと。構想段階なのでこんなに大風呂敷を広げて大丈夫かなと自分でも心配にはなってるんですけども、もう後戻りできなくなっちゃったなと。そうですね、表紙は、YKBX さんという、方に書いていただき、こだわり抜いた表紙となったので自分も、めちゃくちゃ気に入っております。そして、今回の帯は、作家である三浦紫音さんに、書いていただき、ありがたいお言葉もいただきまして、今作においては本当に三浦紫音さんの、お言葉なしでは、誕生できなかったと言っても過言ではないぐらい、自分の、執筆する上で、ベースとなっている自分の核が、紫音さんの、文章でもあるので、自分のデビュー作に紫音さんが、推薦文を書いてくださり本当にありがたく思っております。今作はですね、アメリカのとある、動画をきっかけに、着想に至りました。その動画というのが、とある男性が、複雑な感情で泣き崩れてしまう、そういった、動画だったんですけども、その男性の今までの人生だったりとか、どういう選択をしたらそういう感情に行き着くんだろうっていうのが自分の中で問いに変わり、それをちょっと描いてみたいなというところから、この選択を書き終えることができました。選択というタイトルにもある通り、人生は選択の連続で今の自分が形成されていると思っております。いい選択もあれば悪い選択もあります。自分自身も過去を振り返って後悔していることや、あの時こういう選択してればこうだったんだろうなと、いうことも人間なのであります。そういう中で悪い選択といいますか、後悔をする選択を、取ってしまっても自分を信じてほしい、でその裏には世の中に向けてじゃないですけども、今はどうしてもその、SNS だったりとかでも断片的に物事を捉えて、真意を知らずに匿名で責め立てたりとか、断片的に見たら悪い人でも今までずっと徳を積んでこなかったのかだったりとか、今までどういう生き方をしてきてどういう選択があったのかっていうのは断片的には伝わらない今の世の中です。情報が多いからこそ多分直面していることだと思うんですけれども、自分はそこに対して孤独の中にいる方や、あの時こうすればと後悔で、苦しんでる方に少しでも希望だったりとか愛情が伝わる背中を押せるような作品になればなと思い、今作を書き上げ、今作にそういう、自分の気持ちメッセージも、込めたつもりでいます。そうですね、ちょっと自分はパソコンで書くんですけども、自宅で、書きます。基本的にで自宅では電気をつけません。執筆部屋ですよ、執筆部屋は電気をつけずにパソコンの光と、あとその執筆部屋に置いてあるあのメンバーの山本翔吾から、もらったスピーカーがあるんですけども、そのスピーカーが電源を入れるとなんか間接照明代わりになるというか、ランプが光るので、で執筆部屋はそのパソコンの光とその山翔さんからもらったスピーカーの間接照明だけで、真っ暗の中書いてるので、第三者がその部屋に入ってきたら震え上がるぐらい真っ暗の中、こうパソコンに向かってもう目バキバキの状態でカタカタやって、もうエンターバンバンバンって押しまくってるので、基本暗闇の中でコツコツと書き進めました。そうですね、してよかった選択は筋トレですね。ザランページは、先日東京ドーム公演を9月にさせていただいたんですけども、東京ドームに向けてかなり体も改造しまして、体脂肪 7% まで、絞り、筋量も、増やし、でも体重を減らし踊れる体にし、計算され尽くした体を
手にしました。なんか悪かった選択としてはエグザイルの哲也さんと、サバエにイベントで行かせていただいたんですけども、そこから帰りの新幹線をエグザイルの哲也さんとお隣の席で、帰ったんですけども、なんか福井の名物なんですか、サバ寿司、なんかもうすごく大きなあの美味しい駅弁をいただき、で僕後輩なので、あの全部いややりますよって開けて、まあ慣れない作業だを無理やりしてしまったせいか、まあお醤油をもう開けたらビシャーともうズボンにバーンこぼしてしまって、もう運悪く白いパンツを履いてたんですよ。最悪だと思って、もうあれはもうちょっとアホなふりしてじゃないですけども、その先輩に甘えてちょっとこれなんかやっちゃいそうな気するんでお願いしますって言っときゃよかったなと、今はもう白いそのパンツはクリーニングに出してちゃんと白くなって戻ってくるのかは微妙なところではございます。まあ幼少期から、本は、身近な存在ではありましたけども、ランページになってから、本にがっつりとハマっていきました。そのきっかけとなったのは同じ、ランページのメンバーであるボーカルの川村一馬から、ルビンの壺が割れたという本を、まだ寮生活をしてた時なので10年前ぐらいですかねに、貸してくれまして、でそのルビンの壺が割れたを読んだ時にめちゃくちゃ面白くて一気読みしてしまいまして、でそこからあ本って面白いなというところから読書欲が爆発していきました。まあ、自分も20代の人間としてやはり読書離れだったりとかもすごく分かりますし、自分は今作をその、まあ、小説でありながらもう2時間の映画だと捉えていて、一気読みできるっていうのを、かなり意識しました。本を読んだことない方や、なかなかちょっと活字苦手なんだよなという方に対して、どれだけアプローチできるかが何ですかね、すごく考え抜きました。まあ、メンバーの浦川翔平なんですけども、まあ、翔平も普段は本全く読みません。で活字も触れないようなタイプなんですけども、ちょっとどんなもんじゃいと思って最初の 1,2 ページを読んでみたら止まらなくなったと。でじゃあ10ページまで読んで寝ようと思ったら10ページまで行ったらちょっと続き気になるからっていうふうにどんどん読み進めていったという話を、聞き、めちゃくちゃ作家冥利に尽きるというか、もうまさしく、そういうことをしたかったんだよというのを、実際に、お声としてたくさん、寄せられましたのですごく嬉しいですし、なので本を苦手だなと思っている方や本読んだことないからちょっと私読めるか僕読めるかわからない、そういう人にもちょっと騙されたと思って、冒頭のページをめくって見ていただければ、もうあとはもうジェットコースターのように流れに身を任すだけだと思いますので、そういう方にも届いてほしいなと思っております。自分自身 1,2 週間前ぐらいから、2作目を実は、まあ、まだメモ程度ですけども書き始めてみています。なんでこう2作目を書こうかと思ったかというと、まあ、実はこの選択を書き終えてちょっと燃え尽きた感じは自分自身であって書けるかなと思ってたんですけども、先ほども話に出た9月の東京ドームでした。ランページで結成10周年なんですけども、ずっと夢に見ていた東京ドームをフルキャパでさせていただき、そこから見た景色って本当にかけがえのないものでした。で一概に、夢を叶えたとかキラキラしてたとかそういう思いだけじゃなく、10年分のいろんな一筋縄ではいかなかった過去、そういうものも振り返り、すべてがこう東京ドームと重なって、嬉しいだけの感情ではなかったんです。
だそういう感情と向き合ってるうちに東京ドームから見た景色だったり、まあ、16人僕はグループの青春群像劇みたいな感じだと思うんですけども、すごく、美しく、まあ、儚いものだなとも思い、まあ、一作目が自分の住む世界とは真逆の、まあ、言うたら犯罪で、暗い世界観を描いたんですけども、二作目はもうなんかそういう自分の、フィールドじゃないですけども、なんか自分が、自分にしか描けないもの、なんかそういうものを描いてみたいなと。まだメモ程度で構想段階なので、こんなに大風呂敷を広げて大丈夫かなと自分でも心配にはなってるんですけども、もう後戻りできなくなっちゃったなとちょっと今ヒヤヒヤはしてるんですけども、この作品ではなくとも絶対に、ここから先書き続けて、作家の岩谷翔吾としても、まあ、何年後になるか分かんないですけど、必ず2作目は書きたいなと思ってます。これからも書き続けます。ザランページの岩谷翔吾です。この度10月10日に幻冬舎さんから選択を、出版させていただくことになりました。この作品はですね、制作期間4年、かかりまして、まあ、原案は横浜流星と高校の同級生なんですけども、2人で、二人三脚で作り上げました。もうね、4年もかけたので可愛い子供みたいな感覚でございます。ぜひ皆さんの元で可愛がってあげてください。ということで、今回 CL ではですね、この選択にかけまして二択選択、二択をどちらを選ぶかというのをやりたいとのことなので挑戦していきたいなと思ってます。温かく見守ってください。犬派それとも猫派、断然犬派。自分の好きな犬種はシュナウザーです。一生食べ続けるならお肉それともお魚。お魚です。なぜかというとお魚は種類がたくさんあるから。でもお肉はね、限られるじゃないですか。まあ料理の仕方はバリエーションあるかもしれないですけども、お魚の方が、魚単体で見た時に種類が豊富なのでお魚です。中高生それとも夜行性。あ、難しいな、どっちだろう。中高生、お昼の方かな。あ、でも本読むとかは夜だしな。これは選べません、わかりません。仲良くなりやすいのは年下それとも年上。あ、仲良くなりやすい、年上かな。でも僕、年上であろうと年下であろうと全員仲良くなれる自信があるんで、めちゃ親密にならなくても嫌われる自信がないので、まあどっちでも仲良くなれます。マンション派、一軒家派。一軒家派、まあ憧れはありますよね。かっこいいなと思いますし、セキュリティさえしっかりしてれば。はい。邦楽派それとも洋楽派。邦楽派、用途別によりますけどね。ダンスとかだったら洋楽派ですけども、まあ日常生活は邦楽です。まあ特にね、小説とかも歌からインスピレーションを受けたりとか、執筆中もずっと音楽かけながらやってるんで、歌詞を連想させてくれるような邦楽の方が好きです。ドーベルの林和樹さんの曲はもう全部好きです。もう和樹さんのプレイリストは、まあ、選択中もずっと結構かけてました。優先するなら食欲、睡眠欲。睡眠欲です。僕食が細いんで、ぶっちゃけ食べなくても大丈夫な人なんで僕とね、山椒さんとほくちゃんは食が細いで有名というか、なんかランページイコールめっちゃ焼肉とか食べるんでしょとか、ご飯大盛りにしとくみたいなこと言われるんですけど、本当に大丈夫ですと。ご飯もなんなら小でいい。焼肉とかも脂身は食べた瞬間に一口でお腹いっぱいになっちゃうんで、できるだけさっぱりした赤身や鶏肉を食べさせてくださいといつもオーダーしております。生まれ変わるならどっち、男性は女性。あ、女性にもなってみたいですね。生まれ変わるのか女性かな。デートに行くならどっち、映画館は水族館。デートに行くならか、水族館。水族館のなんか
照明とかライティングって女性がすごく綺麗に見える照明らしいんですよ。なんかお化粧がこう映えるのかな、まあ、ちょっとブルーライトというかそういうのが女性にとってすごく綺麗に映るらしいので女性からしても嬉しいかなと思うので水族館です。行けるならどっち、過去or未来。未来、過去振り返っても仕方がありません。どっちのタイプが好み、料理上手or片付け上手。あ、料理上手。片付けは結構僕好きなんで、なんだっけ、胃袋掴まれるだっけっていう言葉か、ある通り料理素敵っすね。はい、 CL をご覧の皆さん、一言、この度選択を出版させていただいたんですけども、こう出版させていただく日を迎えることができたのも、一概に、CL をご覧の皆さんだったり、日頃からランページ LDH を、応援してくださっている方のご支援のおかげでございます。皆さんがいなかったら自分は書き続けてもこう出版だったり形にすることができなかったので、本当にありがとうございます。出版への感謝を伝えてくださるファンの方もいらっしゃるんですけども、それは全く逆で、僕が逆にこう出版させていただきありがとうございますとお伝えしたいぐらいなので、皆さん本当に日頃から温かい応援ありがとうございます。そしてまあ作家の岩井翔吾もこれからも頑張っていきますし、まあランページとしてもエグザイルタイプとしても、精一杯頑張っていきますので、温かく見守っていただき、まあ、そしてこういう一面もあるんだなと知って、気になるなという方はぜひ手に取っていただきたいですし、ランページの岩井翔吾もこう個人の作家としての岩井翔吾も楽しんでいただければなと思いますので、皆さんぜひ、引き続きよろしくお願いします。